今日は日本一ですけど、まあ目の前の一戦一戦に勝たないとその先はないと思うんで、目の前の試合を全力で戦いたいと思います。熊本の高校だったらやっぱ九州学院の直江君だったり、そういうのがライバルに当たると思うんで、この夏こそは、まあ、直江から打って甲子園に行きたいなって思ってます。今日は日本一ですけど、まあ、目の前の全員戦に勝たないとその時はないと思うんで、目の前の試合を全力で戦いたいと思います。ピッチングの時自体はそんなもうずっと同じ、そんな感情を出す感じじゃない。昔からはそんな感じなんです。もうちっちゃい時から3年間には悔いはないんですけど、まあ、最後の試合には関しては、まあ、ちょっと悔いはあります。